カラクムルはメキシコカンペチ州にある先古典気候期から古典気にかけて繁栄したマヤ、中部地域の大都市。1931年に発見されたその規模は30平方キロメートルに及ぶ上、マヤ遺跡では最多の117規模の記念碑が確認されており、ィカルと並ぶ古典気最大級の都市である文章文字は蛇の頭で表現され、その究明は オシテトゥンと呼ばれていたこと、他の遺跡の碑文でも、ヘビ王朝という強大な国の首都として記述されていたことが、それぞれ判明している。かつてヘビの紋章文字を持つ王国は、カラクムルのことと考えられていたが、7世紀以前のカラクムルにこの紋章文字が見られないこと、北東のチバンチェに、それより早くからヘビの紋章文字が見られ、かつ知られる限り最初の蛇王国の王であるユクノーム、 チェーン一世の名がチバンチェに記されていることから、蛇王国の最初の首都は、カラクムルではなく、チバンチェであり、カラクムルには別の王朝があったが、7世紀初めに、カラクムルに、蛇王朝が移転したという説が唱えられている。この説によるならば、ユクノーム島より、以前の蛇王国の王は、カラクムルではなくチバンチェの王であったことになる。神聖なる蛇の王の文章文字。 カラクムルでは636-731年に、使用5世紀の初め頃の日付を示す石碑や、彩色土器が見つかっていることから、カラクムルの王朝が始まるのは、この時期と考えられるが、王の即位日が長期歴で記されていないため時期が、確定できない。一説によると、カーン王朝が、カラクムルを首都としたのは6世紀に入ってからでは、ないかと考えられている。四十六年。 トゥーンカップ秘書王は、ナランホー、アフオサルの即位を貢献したことが記録されている。次の王は、空を見る者と呼ばれる王で562年に、ゲンベリーズにあったカラコルを支援して、ヒカルを破り、以後中部定地において、覇権を確立した。前世紀は、タホームーカップカック王、ユクノームト王、王ユクノーム王の時代である。多方ムーカップカックの時、626年。 決別を図ろうとする、ナランホ王を二度にわたって破った。ユクノオムトウ王の時、631年に、ナランホに対して決定的な勝利を収め、その君主を屈辱的な殺し方で殺した。王ユクノオム王の時、南方約180キロメートルに位置する、グアテマラペテシュバトゥン地方に、ティカルの王族の一人が建てた、新王朝のドスピラスを支援して、ティカルを建制した。しかし、 次の王のユクノームイチャークカック王の時、695年、復興したティカルの王ハサウ、チャンカウィール一世に敗れて、以後、衰退した。ユクノームイチャークカックの没後は、その子のユクノームトークカウィールが即位し、ドスピラス、ラコロナ、ナランホとの同盟関係を保った。しかし731年以後に、おそらく再び、ティカルの攻撃を受けて捕虜になった。 その後もカラクムルは続いたが、ジャオ王国の主の称号を名乗ることはなくなり、カラクムルは一地方政権に過ぎなくなった。その後、カラクムルは深刻な干ばつに襲われ、8世紀末から10世紀、初めにかけて劇的に人口が低下した。人々はピラミッドを破壊して、住宅を作った。カラクムルは戦争によってではなく、自然に放棄された。 石碑61号のカレンダーラウンドの日付はおそらく909年と解釈されている。カラクムルで最大級の建物は建造物2号で一辺140メートル、高さは55メートルに達する。カラクムルの都市遺跡は2002年に世界遺産に登録され、2014年には周辺の生物圏保護区の半分ほどに拡大して、 カンペチェ州カラクムルの古代マヤ都市と熱帯保護林となった。1984年から1994年にかけてウィリアム・ホーランによる調査が行われた。1994年からはラモン・カラスコに率いられたメキシコ国立人類学歴史学研究所の大規模な調査プロジェクトが実施中である。ありがとうございます。